のくさんこんばんは、速稼塾の久保です。今回はね、王者が負けるときというテーマで動画の方をいただいたんですけども、非常にね、学びのあるといいますか、感慨深いものでございました。まあ、私がね、格闘技を始めたのは、中学生の頃なんですけども、もともと小学生の頃からね、体がでかくて、結構喧嘩をね、小学生同士でしていたんですけども、パンチもキックも派手に出てました。やっぱり血を流したりね、時に突き指したりみたいなことは結構あったりとかして、私の町ではね、そういうのが普通といえば普通だったのかな。私の景色から見ると喧嘩はそんなに珍しいことじゃなかったんですけども、中学に入ってね、他の小学校から上がってくる体格のいいやつがいて、中学生1年生同士睨み合うことになるわけですよ。そこでね、私はね、パッと一目見た時にこいつには勝てるなっていう、そういう相手ばっかりだったんですけども、こいつなんかちょっと強そうだなと思ったのに、ぶつかったんですよ。で、そいつが極真空手をやっててね、で、コテンパンにやられてしまうわけなんですけども、やっぱりちゃんとトレーニングしないと負けるなと思って、その負けた相手に、負けた瞬間にちょっと一緒に格闘技やらせてくれって頼んだわけですよ。そして急に仲良くなってね、そっから私は空手のトレーニングをするようになったんですけども、グレたもん同士ですから、その鍛えた力を正義に使うんではなくて悪さばっかりに使っててね、本当に恥ずかしい限りでした。そこで私が覚えたのは、正義なき力は無能なり、力なき正義は無能なりということなんですよね。で、ボクシングの話にちょっとね、変えさせていただくんですけども、こういう言葉があるんですよ。チャンピオンっていうのは挑戦者が奪うものではなくてチャンピオンが失うものだっていう言葉があるんですよね。いや、これはね、私当時意味分かんなかったんですけどもね、やっぱり勝利は奪うもんだろうと思ってたんですよ。でもそうじゃないと、まさにノックさんが言われてたように、チャンピオン、自分よりも強い人間が神様しかいなくなるわけですよ、チャンピオンになると。そうすると慢心が生まれて、自分は誰にも負けないって気持ちが、トレーニングをね、おろそかにするそうなんですよ。で、私はその時に一つの格言といいますか、確信を得たことがあります。それはですね、失敗とか転落っていうのは自分の得意分野で起きるなと思ったんですよ。ですんで、私も今ね、ビジネスをやる中で、得意分野の時に、ビジネスという得意分野の中で、私も転落がいつあるだろうかと思って、油断しないようにリスクエッジ、リスクエッジ、リスクエッジってなってるわけなんですよ。むしろ何かでね、収益が上がり始めたら、これがなくなったらどうするっていつも考えるようになりました。これがですね、私はとてもビジネスの世界でチャンピオンではないんですけども、チャンピオンでないからこそ生まれる、こういった防衛心なのかなというふうに思いますよね。で、体を鍛えること、私今牧人をね、叩いたりとかしてるんですけど、今ね、毎日またボクシングのトレーニングとかをしてるんですよ。今ね、すごくテレビゲームみたいなやつでバーチャルでボクシングのトレーニングができるのがあって、結構自分の47歳の体格に合わせた無理のないのができるんですけども、私ね、体年齢は31歳になってるんですよね、今ね。やっぱり体鍛えると、一つの診断っていうのはお遊びみたいなもんですけども、やっぱりね、やった甲斐があるなと思ったんですよ。これから私は真に正義のためっていうか、家族とか弱者を守るために、この自分の体とかね、知恵とか腕力とか、お金を使っていけるんではないかなと思ってるんですよ。さあ、そこでこの辺でちょっと一旦まとめさせていただきますけども、体のトレーニングっていうのは、精神のトレーニングもそうですけども、時間とかお金があるからこそできると私は思うんですよ、今ね。でも同時にないからこそできるトレーニングもあるんですよね。ですので、それぞれの立場でお金とか時間がない時にできること、そしてお金や時間がある時にできることを、やっぱりそのフェーズに合わせたものをやっていかなくてはならないんだろうなと思います。そのためにやっぱりどうやってやるかっていう学習が必要だったり、どうやったら失敗するかというね、そういうふうな体験がやっぱり必要なんだろうなと思います。はい。それで政治の話もちょっと出てましたけども、私がね、先ほど言ったチャンピオンの、チャンピオンは奪うものではないと、失うものだっていうふうな話しましたけども、これまさにね、政権与党にも言えるんですよ。政権とはね、奪うものではないと、野党が奪うものではないと、政権が失うものだっていう言葉があるんですよ。政権が自らの政権を維持する能力に耐えられなくなった時、もうね、慢心してイエスマンばかりが周りにいて、不祥事が起きたら隠蔽して改ざんして、もう何もなかったようにして、で、もともと議事録も取らないみたいなことで開き直った時に、支持率が落ちて誰にも支持されなくなり、信用されなくなり、そして与党が失うと、失った時に野党が、得ることができるというね。だから空席になったところに野党が座るって形なんですよ。ただ残念ながらね、今野党もそんなに強くないんですよ。とてもじゃないけど、与党のスペアとなる野党っていうのが生まれてないんですよ。私ね、でもその中でも数年前、
東日本大震災が終わったその混乱の時にね、立憲民主党というものが立ち上がった、民主党が解体されて立憲民主党っていうのが立ち上がった、あの政治的功績は大きいと思っているんですよ。まああの中でね、やっぱり自民党の子会社みたいなのがたくさん野党で生まれた中で、立憲民主党っていうのは、まあ、曲がりなりにも民主党の力をね受け継いだ、まあ失敗したからこそ生まれたね傷だらけの政党だったと思います。ただ今ね、立憲民主党がそんなにいいものかっていうと、私もねどうもこれは違うなと思ってるわけなんですよね。だからこそ野党共闘といって、もうね自分たちの利己的な主義とか主張とか抜きにして、もうとにかくねそれぞれの分野でそれぞれの力を尽くすんだと、もうそこには誰がリーダーとか誰が何の役をやるではなくて、もうことねこの国を守るために自分の身を捧げるんだという自己犠牲のある野党の人だけが集まって、れいわ新選組がリーダーになるでもいいし、まあ、他の政党がリーダーになるでもいい、共産党でもいいわけなんですよ。山添拓さんとかね、共産党のすごくいい質問をする方、それから私は小川淳也さんが好きなんですけど、立憲民主党のこの方なんてのは総理になんでならないのっていう方ですよね。まあ、こういった方、若いエッセンスが本当数少ないんですけどもいらっしゃってね、で、これから新しい政権を、目指していくんではないかなと思ってますね。で本当にね、こうなんていうんですか、政治家なんていうのはねやりたくてやるもんではないと思うんですよ。もうこんな世の中じゃダメだと、もうこうなったら俺がやるみたいなね、仕方なくやるもんだと思うんですよ。それこそ政治家になってしまえば、その家族親戚縁者ね全部巻き込んで大きなダメージを食らうわけですよね。まあ、ちょっと話が長くなりましたけども、政治の話といえばね、私はねちょっと長くなっちゃうんですよ、すみません。はい、まあこの辺で終わっていきましょうか。ノックさん、また動画を送ってください。ありがとうございます。